話のなんてどこ出身ですか。で何をひた確信してんの。ね、言わないね。母さんさ、学校行ったらみんなとどうするの。皆さんこんにちは、ごはたいチャンネルのパパです。ママもいます。今日は、はい、誰や君は。小学2年生の1学期が終了しました。なので今回は通知表見てみようかなと思います。はい、ファルちゃん的に通知表をもらってどうでした。できた。あ、満足いってる。ほんまかな、親からしたらどうかな。まあこんな感じですよ。でれーん、ママに呼んでもらおうかな。はい。まあよくあるやん、よくできる、できる、頑張ろうみたいなさ、そうそう、3段階で評価があるみたいな。そう、小春ちゃんは3段階評価です。うん。で、国語、算数、音楽、図工、体育、うん、その5つを評価してくれてると。そうです。で、どんな感じなんですか。で、国語が一番項目が多くて、うん、9項目あります。はい。半分ぐらいできるで、うん、半分ぐらいよくできる。え、頑張ろうは。頑張ろうはない。お、いいじゃない。文章の内容を正しく読み取る。言葉の決まりや使い方が分かり正しく使う。学習した漢字を正しく書く。文字を丁寧に書くがよくできる。あー、文字を丁寧にはなんか分かるけど、うん、よくできるじゃなかったのを 何個かちょっとちょうだいよ。もうこれはママは見て、ああやっぱりなーと思ってるけどね。話のなんてどこ出身ですか。話の話の、はい、大事なところを落とさないように正しく聞く。あー、なるほど。互いの話を集中して聞き、話題に沿っと、違う、話題に沿って話し合う。だからやっぱ聞くっていうのがちょっと難しいかな。国語なんそれは。日常的な話じゃん、これ。国語に関心を持ち、進んで学習に取り組む。ができる？できる。頑張ろうはない。だまあできるやか、うん、悪くはないねんけど、うん、もうちょっと頑張れたらもっと良くなるのにねっていうことやな。じゃあ次、算数いってみようか。算数は1、2、3、4、5、5個あって一つだけよくできる。うん、一つだけ。一つよく。もうじゃあ何やろ、それ気になる。資料を表やグラフで表したり読んだりするがよくできる。嘘やん。え？一番得意。表やグラフに表せんの。うん。マジで。へぇ、小春ちゃんね、たぶん国語より算数の方がちょっと苦手よね。うん、だいぶ苦手。だいぶ苦手よね。うん、でも頑張ろうがなかったのはすごいじゃない。うん、いいんじゃない。うん、ナイス、ナイスファイト。じゃあ次は。次は音楽。音楽得意。これがね、3つあるんだけど、うん、2つよくできる。お、優秀やんけ。音楽表現を工夫したり、音楽の楽しさを味わって聴いたりする。ここは聴けるんや。国語は聞かれへんけど、けど音楽は聞けるんやな。次、図工。あ、はい。あ、図工は得意そうやで、うん、父親から見て。楽しくのびのびと造形活動をする。めちゃくちゃいいんじゃない。そう、これ今回初めてかな。なんか1番目はなんか進んで学習するとか、楽しく音楽する、楽しく図工をする、うん、っていう項目が全部1項目目に来てんねんけど、うん、二重丸やから多分好きっていうことなんじゃないかなと思って。幼稚園の時もさ、こう、うん、何、お絵描きとかさ、なんか制作、うん、めっちゃ上手だったけどね、うんうん、それを評価してくれるのは嬉しいね。あ、運動会の時は下手やった。あ、そう。上に飾られてるよ。あ、そうなん。うん、わ、なんかさ、クレパスで描いたらなんかぼやけちゃう。あ、ぼやけちゃった。いや、それはな、保護者から見たらな、それも微笑ましいんだ。そう、すごく可愛く思ったよ。けど、クッピーの方がやりやすい。あ、そうやな。図工、ちなみに、あと2項目、どんな内容なの。造形活動や鑑賞を通し、発想を膨らませ、楽しく表す。形を色に気づき、材料や用具を正しく使って表す。もずいな、なんか。最後、体育。20のダンス、まあ、20丸というか、よくできるが多いんだよね。よくできるが2つ。よくできそうやもん。どうなの？僕もね、初めの楽しく運動するがよくできる。よくできるの。Yeah. なんか多分好きなんよね。
で、いろいろな運動ができる。なんかあれやな、図工と違ってなんか評価がなんか淡白やな。普通のやつが動きを工夫し、みんなに伝えることができる。ちょっと難しいよね。そんな生徒に求められることなんですか。うん、だから前であったりするじゃん。そう、小春ね、よく前でお手本やってくれるって先生は言ってたよ。それですらよくできるじゃないんや、うん、難しいな。これで5教科やった。5教科終わりです、うん、終わり。これでしょ、うん、教科終わりました。よくあるやん、こう文章でさ、うん、こうあるよ、あなたのお子さんこんなんでしょみたいなさ、うん、それ聞きたよね。これ保護者としてはちょっと楽しみの一つよね。じゃあ一個ずつお願いしますわ、はい、次生活科。生活科、ダンゴムシの生態について学び、探したり飼育したりする活動を通して生き物に親しみを持って大切にしようとしました。誰が？小春さんです。で急に鈴木くんの話出てくるね。小春の話、ダンゴムシの勉強してたよね。そう、うん、タブレットとかでやってもやる。タブレットで見て、うん、で触りながら、うん、打ってな、問題すごいな。すごいな。問題をちょっと書いてここに写すね。その勉強を通して、うん、生き物の大切にしようとしまして、そういうの学べたと、うんうん、素晴らしいじゃないですか。次道徳、はい、ブランコの学習では物語どこ出身なんですか本当に。物語って何物語と実生活を重ね合わせ、友達と仲良くするためには相手の立場や気持ちを考えることが大切だと考えをまとめました。ほう、ブランコっていう本があるね。そう、アンドロメダ教科書に行った。あー、ブランコっていう本があったっけ、なかったっけ、どっちだったっけ、まあ、あるんじゃないですかね。え、それを通して、うん、友達と仲良くする、あ、友達の相手の立場に立ってとか、そういう考え方ができるようになったよみたいなこと。うん、でいい。そうですよね。いいじゃないですか。ちょっとママとパパの立場にもちょっとなって考えてほしいわ。普段な、な、いつもパパとママがさ、小春って呼んでもさ、全然返事せえへんやん。パパとママの立場になってちょっと考えてほしいわ。小春がもう隠し出してね、ちょっと呼んでほしくないところがあるんだって。ねー、健康に気をつけて元気に暮らすが評価されております。元気に暮らしてるってこと。うん、うん、いいじゃない、健康第一やで。うん、うん、これで、で、なんか一個読まれへんとこがあるけど、なんか隠してるの。なんか、ね、何よ何よ、一項目だけちょっと見られたくないやって。でもできてる本当は。ママ、ママできてる。先生の評価してくれへんの。違う、何が何が、何を隠してんの。いや、今の今何ほら、他どんな項目がある。他はね、学習の準備をする、我慢強く最後までする、よく考え工夫するとか、いろいろそういうのは、は特に評価はついてない。普通ってことかな。よくできるだけが丸についてるだけやから。ああ、そう、よくできるのがさっきのやった元気に暮らせた、うん、でも小春は最後まで丁寧にいろいろやってるって言ってたよ。だから次の時間に押してでも、でもちょっとやってるって言ってちょっと次ででもやって、最後もう帳尻合わせて、でもなんか最後だけ適当に、適当になかなかやらないって言ってたよ先生。そうだから、だから最後時間が押して、そう、次の時間の最初のやつを適当に済ますって言ってた。あかんやんけ。結果適当になってるやんけ。そうそう。で、何をひた確信してんの。ね、言わないね。お母さんは学校行ったらみんなとどうするの。元気、元気、おはようって言える。ちょっと静か。でもできてんの、できてる。言わないで、できてんの。はい、言ったらダメな項目があるそうです。そうです。なんでもう次、次行きましょう。次ってもう最後ちゃん。最後、最後何。練習生活の様子。あ、これがまとめかな。文字の形を整え、正しく書くことができました。鉄棒の練習に意欲的に取り組み、うん、前方や
方法への連続指示回転や天国回りなどの難しい技をこなし、みんなの良い手本になりました。結局これは天国回りじゃなくて地獄回りだったんじゃないの？そうそう、うん、でまあこれ地獄回りと調べたけど、学校ではね、やっぱ天国回りって呼んでるみたい。地方に呼んの？うん、かもしれないね、ちょっとわかんないけど。まあ男子か鉄棒頑張ったねってことやな。そう、あと文字は綺麗に書いてるってことやと。あー、そこは、うん、まあパパとママから見ても、そう、あ、うんうん、確かにって思えるから。はい、ということで今日は、はい、小学2年生1学期が終わったので通知表見てみました。皆さんは通知表、評価成績どうだったでしょうか。まあパパとママ的には別に満足っていうかいいよね。なんかこっちから見て、あー確かに、うん、そういうところ評価してくれて、うん、納得みたいな、ここ評価してよ、なんでよ先生みたいなとこ別に特になかったし、うん。大地は大地はどうやった？お姉ちゃんどう？聞いてない。え？聞いてない。聞いてなかった。来年が楽しみやな、大地。じゃあ2学期も3学期も通知表来たら見させてもらうので、学校でも頑張って生活してください。はい、全然変わってないと思う。うん、自分で、あ、ここはちょっと次の評価で評価してもらえるように頑張ろうとかさ、1個だけでも決めといたら、うん、例えばこことかさ、うん、どうかはい、この後どうした急に、はい、はい、この動画が終わったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。また見てね、カペチャンネルでした。バイ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 。せーや、大地、ここに何も映ってないで。せーや。